はい、皆さんこんにちは。本日は2020年1月15日です。ダイエット6日目になります。昨日ですね、友達と一緒にこうトレーニングをしたんですけど、そちらの動画もご覧ください。今日は、ストレッチを結構長めにとって、ウォーキングの方をですね、力を入れたいので、ルームランナーを長く走ってみたいと思います。ただちょっと体重がいく分重いので、走るのではなくちょっとウォーキングから始めたいと思います。ではやっていく、始め。はい、トレーニングが終わりました。だいたい1時間ちょっとですね、トレーニングをしたんですけど、この前出した動画で、ポール、ストレッチポールを使った動画を出したんですけど、他にもポールを立ててやるやり方などがあったので、今日はそちらを、実際試してみました。ポールを立てたことによって、肩甲骨のあたりがこう腰がまっすぐになって広がって、とても気持ちがいいストレッチとなりました。あと、2キロほどですね、大体30分ぐらいルームランナーで、早歩きで歩きました。疲れました。ではまた明日も頑張ってトレーニングしていきたいと思います。バイバーイ。